次に北村誠吾君。委員長。北村君。自由民主党の北村誠吾です。質問の機会をお与えいただきありがとうございます。あらかじめ6項目にわたって通告をさせていただいております。大変立ち入った質問になりますので、簡潔に要領よくお答えをいただければと思います。先に大臣政務官はじめ副大臣政務三役の皆様方は、雨降りしきる諫早の地においでいただき、長崎県知事および地元関係の皆さんが再び提出をさせていただきましたアセス準備書に対する意見に対して回答をなさるということで、11月4日に長崎をご訪問されました。私も席を与えられ陪席することができ、最初から最後までそのやり取りの一部始終を拝聴することができましたので、この機会に改めて確認の意味も含めご質問をさせていただきたいと思い立った次第であります。その際、地元の皆さん方のたくさんの発言があり、知事がその多くのその場に居合わせた各分野の県民の意見をまとめた形で雄弁に語ったと私は思いました。そこで大臣、国の回答資料の中で基本的な考え方として、福岡高裁の判決の受け入れの理由として、長年のいさかいに終止符を打つ、有明海の再生を目指す、このことを観点として総合的に判断して上告をせず開門判決を受け入れたというふうに述べておられます。なぜ地域の防災のため、農業のために、諫早湾干拓事業の完成に向けて一緒になって長年苦労をしてきた国と県、そして事業成功地域の方々が争うことになったのか。いさかいに終止符を打つというが、諫早湾干拓事業が無駄な公共事業の典型であるとの観点から、一方の意見だけでその地域の地元皆さんの理解を一切得ることなく、科学的客観的な根拠も現実的な理解も伴わない、菅前総理が判決を受け入れたのが新たないさかいの原因になっていることにほからない、そういう認識を私は持っており、先の党委員会におきましても質問に立たせていただきまして、最後の部分で委員長にお願いをし、ぜひ菅議員の参考人としての招致を党委員会においてお諮りいただきたいということで受け入れていただき、理事会で諮るというふうなことになっている、そういう思いが私にはございます。ですからこのことにつきましては、小宮山委員長ご就任おめでとうございます。ぜひ今後慎重に、大事なことだと私は認識しておりますから、理事会において前向きにお諮りをいただきたいというふうに思います。ご承知のとおり、この諫早事業はすでに完成しております。地元はおかげさまで安全安心な生活を享受することができ、干拓地ではすでに大規模な環境に配慮した農業が行われており、輸出まですることができ、漁業も諫早湾干拓で占められた漁場環境に合うカキ、アサリ等の養殖に取り組み、試行錯誤を繰り返しながら、やっとカキの養殖におきましてはカレンという名前の日本一の養殖ガキの生産をすることができるまでに至っています。こういうことをすべて失ってしまうような開門をなぜ無責任に受け入れたのか。大臣、これは重ねて申して恐縮ですが、菅前総理の誤った判断による
国の責任と私は考えていますけれども、大臣はどのようにお考えかお聞かせいただきたい。宮司農水大臣。4日の際には委員にもご臨席をいただきましてありがとうございました。今述べられましたことは経過としてそのような形でなったというふうに思っております。その時の年が明けまして1月の頃でございましたけれども、菅総理当時からですね、知事に対して質問状に対する回答ということで出されましたけれども、その中の文章をちょっと読ませていただきますと、今般の高裁判決を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解決の方向性を早急に提示することが内閣の責務であると考えました。このため有明海の再生を目指す観点から総合的に判断して上告しないことを決定をいたしましたというような内容が綴られております。ご指摘がありましたように、菅総理の下で現在の高裁判決が確定をしたということは事実でございます。でそのことがどうだったかということの評価については私から述べることではなく、私はそのことをしっかりと受け止めて、そしてその後に立って高裁判決が示している 日にちまでにですね、行政としてやるべきこと、やらなければいけないことを最低限 ご理解をいただいて行うということが私の立場だというふうに思っておりまして、またそのことについても行政の連続性ということで、私は過去の総理あるいはどなたかということではなくて、これまでの経過についてはすべて受け止めてやらさせていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。北村誠吾君。有明海の再生を目指す観点と強調されるけれども、この方針が出ましたから2年経っています。すでに有明海の再生に向けたシナリオは、これまで一切課されておりません。仮に開門すれば、どういう手順で、どういう事業を推進して再生を果たすことができるのか、これをまず、今、真面目に真剣に取り組まれる大臣がおっしゃられた、説明すべきではないですか。しかし今回、11月4日の説明ではですね、ケース 3-2 において、諫早湾、その奥の方のアサリ漁やカキ養殖等に影響を及ぼす可能性があるとの説明はありました。またその資料を見ても、潮流の変化によって養殖いかだの安定性が低下し、ストレスによる成長に対する阻害、あるいは養殖ガキの脱落等が発生する、もしくはアサリの大量閉止に及ぶ泥の堆積などが明らかになっておりまして、濁りにより多くの魚介類に悪い影響があると示されております。なお、平成14年の短期開門調査では、ご承知のとおり、諫早湾内でアサリ等が閉止しておりますし、国が補償を行いました。唯一の漁業に関する事前対策のお濁防止膜も、濁りを防ぐというけれども、その一方で、カキに対する栄養分の供給、あるいはそれを供給を阻害し、水温の上昇を防ぐ、潮流を遮断する、かえってカキの成長を阻害する結果となった防止膜である。カキの養殖に被害をもたらす危険性が高く、短期開門調査において、汚濁防止膜が排水門の前にありながら、効果がなく、アサリが閉止してしまった。全く対策になっていない。これが具体的に地元が経験した実情であります。また、開門したとしても、開門の影響をどうやって調べるのか。諫早湾干拓は、わずか有明海全体の 2% の面積しか占めません。潮流、潮位、水質など、様々な要因があることはご承知のとおりで、いまだに影響が調べられていない、海苔の産処理、あるいは筑後大関、熊本振興などの、この事業の完成による影響がある、それらが大きな要因であると言われてきています。それは政府も認めている。開門の影響を抽出するための科学的な分析手法が確立しているのかいないのか、はっきりとここで答えていただきたい。なぜならば、判決を受け入れる以上、
それらを判断する根拠として、当然シナリオがなければならず、この場で説明をしていただきたい。以上です。実重農水振興局長。お答え申し上げます。開門に伴う影響についてでございますが、開門した場合の影響については、環境アセスメントを実施して影響評価を行ってきたところでございます。で、ケース1やケース2といった全面開門の方法は、今委員ご指摘のように、防災上、営農上、あるいは特に今ご指摘の漁業上の影響も大きいということがございまして、ケース3の2の制限開門の方法によることが適当と考えております。この場合、ケース3の2の漁業上の影響でございますけれども、伊佐湾の排水門周辺や調整地が魚介類の産卵や稚魚の生育の場になることが期待できるものと考えております。このことはアセスメントにも記載をしておりますし、今回の意見交換会ではご説明をいたしておりませんが、7月の意見交換会で資料を持ってご説明させていただいたところでございます。他方、委員ご指摘の開門に伴う濁りの発生につきましてでございますが、これは開門操作を1ヶ月かけまして慎重に行う、短期開門調査の時と違いまして長期間をかけて慎重に行う、それから汚濁防止膜につきましても漁業者の方とご相談をいたしまして、最も効果のある設置の仕方を考えたいと思っております。これらの対策により悪影響を防止しうるものと考えております。生物生態系は複雑な要因のもとに成り立っておりますので、この3の2の開門に伴う変化につきましては、有明海周辺の約100カ所の地点で本年から調査をさせていただきたいと思っておりまして、物理的、化学的、生物的ないろいろな要因につきまして追跡してデータを収集をいたしまして分析し公開をしたいと思っております。また有明海の再生について漁業振興のために行っております副作とか海底降雨といったような振興対策につきましても引き続き充実を図ってまいりたいと考えております。委員長。北村誠吾君。はい。さらにですね、国が福岡高裁の開門判決を受け入れてから今日までの間に国のアセス準備書評価書の結果、さまざまな研究成果が発表されておることをご存知であろうと思います。例えば有明海の再生に開門がつながらないことがだんだん明らかになってきている。例えば環境省の調査によれば、有明海の潮汐潮の満ち引きの幅潮汐振幅は 18.6 年周期の月の引力の変化による影響を受け、そして変化しております。開門しなくても今後2015年に向けて潮汐振幅の幅振幅が増大し、有明海の湾の奥の貧酸素水塊を緩和させることができるということが示唆されていることは、大臣も中村知事の指摘でお揃いの上でお聞きになったとおりであります。また開門の急先鋒だった特定非営利法人有明海再生機構の皆さん方も、有明海再生機構の中間まとめの中では湾の奥の流速の変化に関しては湾オーブの地形変化の影響が、有明海の奥の地形の変化がの影響が最も大きく、諫早湾潮受け堤防の影響はほとんど見られないとの結果を示しておることはご存知かと思います。さらに有明海の一斉調査を行った国立の西海区水産試験研究所によれば、有明海の貧酸素水塊は有明海の奥と諫早湾で同時に別々に発生しているとされており、諫早湾と有明海の直接の関係がないということが明らかになったと言われたこともお聞きになったとおりであります。さらに国自身が小長井大浦訴訟において本件干拓事業によって漁獲量が減少した
ことは認められない。諫早湾干拓事業と有明海の異変とは因果関係がないと、この小長井大浦訴訟において国自身が主張をしてきた。であれば、開門すれば有明海は再生するという錯覚と私は言いたい。国がこれを責任を持って打ち消すし、そのことが大臣が先の答弁とは異なりますけれども、この錯覚を国が責任を持って正すということが大臣の仕事ではないか。大臣は被害ばかりがたくさん出てくる開門について、地元を説得するというのではなくて、このように今申し上げたような新たな科学的知見を踏まえて、真の有明海再生に向けた道筋を示した上で、開門をしないで有明海を再生する方法を今申し上げた開門原告団58名と真摯に話し合いを始めるべきではないか。これが真の有明海の再生へのスタートである。いさかいをなくす道である、私は考えますが、大臣の所見を伺いたい。軍事の須大臣。委員の諫早の、そして長崎の方々の思いを汲み取っての発言というものを聞かせていただきました。また知事からも同じような話を当日も聞かせていただきました。でそこでも私申し上げましたけれども、いくつかの裁判もまた行われております。しかし、福岡高裁の裁判はこれは先ほど来の話のように、決着を見たというような形になっております。したがって、司法の判断で今出ているものからすれば、来年の12月には開門を行うということを国が受け入れたというところから、物事を見なければいけないという立場で私どもは進めているということをご理解をいただきたいというふうに思っております。従いましてですね、その際に、例えば来年の12月まで何事もなく過ぎ去ったときに、司法の判断でもって執行権を持って開門というような形に至った場合には、それは長崎にいらっしゃる方々の防災上、あるいは営農上、漁業の問題に関しましても多大な影響を及ぼすというようなことが予測をされております。私はそのことを行政として、看過していくということにはならない、そのことはやってはいけない、そのように思っておりますので、大変いろいろなご意見があることは承知をしておりますけれども、それぞれ、歩み寄りを続けていただければ、なんとか来年の12月に開門ということを行い、その中で被災被害というものが改めて出ないような道を探らせていただきたいというふうに思っているところでございます。委員長。北村君。はい。大臣は11月4日に長崎において開門判決の期限である今も申された平成25年12月に開門というふうなことをおっしゃられ、まさに地元の理解も協力も得られていない。アセス準備書に対する長崎県の質問にも、私の私見でありますけれども、まともに回答されたとは思えないというのが私の認識です。それが誤っているかどうかは、後にまたいろんな見解やいろんな事実が出てくるでしょうから、評価されると思います。しかし、今回、排水、塩害、強風害、漁業被害に関する新たなシミュレーションを含めて必要な検討を行うとおっしゃられたのを聞きました。基本的にこれらのシミュレーションの結果が出ていない中で万全な対策は到底立てることはできない、重ねて私は先ほど来申し上げているのであります。シミュレーションの現地の実情等に適合して適切なものかどうか検証も必要であるし、内容と結果を地元に説明をし、理解が得られず、シミュレーションの結果を反映してないならば、不適切な対策というだけではなくて、さらに災害を引き起こす危険性が高い。このまま開門の準備を進めると、
不十分な対策により被害が発生し、地元の理解も得られず、結局私は開門はできず、混乱を残すだけである。このようにアセスがまだまだ今不十分であり、当然アセスの手続きを一方的に進めず、準備書の段階からやり直すべきである。大臣はどう考えますか。委員長。実重農村振興課長局長。環境アセスメントについて、ご説明させていただきます。関係者の意見を受けたまわりながら、平成23年6月には準備書草案を提出させていただきました。23年10月には準備書、それから本年8月の評価書とそれぞれ充実してきたつもりでございます。11月4日の地元関係者との意見交換も踏まえまして、法令に準拠して定められた手続きに従いまして、農林水産大臣意見というようなスケジュールになっているところでございます。でこの評価書の公表は、環境に対する影響を評価するという観点からの一つの区切りであります。そういう意味で遡って行うということは困難だと考えておりますが、環境アセスメントを受けて具体的な対策工事をどうしていくかという点につきましては、地元関係者の方々と意見交換をしながらさらに詰めていく必要があると考えております。今委員ご指摘 のシミュレーション等でございますが、具体的な対策工事を検討するにあたりまして、さらにシミュレーション計算分析すべきところは分析をし、また海水淡水化案について詳細な内容計画などを詰めていく必要があると思っております。関係者との対話を深めながら充実すべきところを充実していきたいというように考えております。委員長。北村誠吾君。はい。重ねて申し上げて恐縮なんですけれども、福岡高裁の開門判決は国と58人の開門を求める原告の間の民事訴訟であると認識しています。これに関わっていない地元のみんなを国の負けた訴訟の責任の犠牲にすることは私は許されないと考えるんです。今厳しい国の財政事情の中で2500億円もの事業費で諫早湾を締め切り淡水湖にし、そこにまた海水を入れて、その海水を淡水化するという、誠に私にとっては摩訶不思議な海水淡水化だけに、先ほど今村先生も指摘された多額の国費を、国民の税金を使わせていただくという、長崎県民にとっても非常に残念な状況であります。しかし、営農を続けるためには、その用水が必要であるからということで、努力をしようという農水省の誠意に、農業用水の確保のためにという工夫と努力には、私も一定の敬意を表します。ただ、私は離島である五島列島に育ちました。非常に真水に恵まれない離島で、もう30年前から海水の淡水化によって、海水道を維持してきました。そういう中で、海水の淡水化は逆浸透膜を使う。またいろんなやり方があります。そしていろんなブレンドの仕方もあります。しかし、根本的に海水淡水化は電気を飲むようなもので、電気を使って農業用水にするようなもの。この大規模な農業用水を確保するための一体電力料金を今この厳しい節電を国中で実現しようと国民が努力する中で、海水の淡水化のためにどれほどのボリュームの電力消費と、またそれに伴う負担、金銭的な負担は土地改良区がするのでしょうか。一切当日触れることはなかった。誰がその施設の整備は国が責任を持ってするとしても、日常的に農業用水を利用することになる土地改良区、あるいは営農、経営体、あるいは企業、農家の皆さん、そういう方々が、この電気料金と有料の農業用水を使うということになりはしないかと心配するのは、一人私の老婆心でありましょうか。そこら辺についての
貴重な国民の税金をそれほどふんだんにつぎ込んでいいか、一体国の財政当局はそういうことを、この概算要求をなし、また来年度予算編成をと目指す野田内閣において、それほど消費税の増税も国民の皆さん方にお願いしなければいけない、重ねて電力の節約ということもしなければいけないというときに、一人諫早湾干拓事業の真水の農業用水確保のために、かような大変な浪費とはあえて言いたくありませんが、たくさんの税金をつぎ込むことになるようなことが、果たして許されてよいか、これは私ども国会議員の責任は極めて重大である。なお、政府においても、その辺については真摯な検討と、さらなる説明、そして、諫早湾干拓事業に関わる地域の人々だけじゃなく、日本国民全体、納税者の理解が得られる対策と、そして措置、さらに最終的には、有明海八代海の再生、特別措置法もありながら、この特別措置法の目指す目的を十分果たすために、内閣総理大臣は努力すると言うべきであったにもかかわらず、開門する、その判決を受け入れる。私は有明海再生措置特別措置法に関して、菅内閣総理大臣は違反したというふうな責めを負うべきである、考えています。これは私の意見でありますが、所感があれば、大臣はじめ、政務三役の、あるいは局長の意見、お聞かせいただければ幸いです。以上をもって、私の質問は終わります。よろしくお願いします。答弁いります。はい、梶原政務官、簡潔に答弁の方をお願いいたします。ただいまの先生のご意見、そして私も先日長崎へ参りましたけれども、本当に長崎県の皆さんのご懸念、本当に、その受けたまってまいりました。しかし、今確定をいたしておりますのは、福岡高裁の判決、開門は国の義務というふうに受け止めておりまして、そのために、今、長崎県の皆様のご懸念をいかになくしていくのか、そのために全力で取り組んでいかなくちゃいけないというふうに思います。費用についても、先ほど買い物に伴う費用のお話もありましたけれども、これについては国が全面的に負担をしていくということでありますし、また、この買い物調査の結果をですね、これをしっかりと有明海の再生に役立たせるというふうな取り組みをしていきたいと思いますので、どうぞご理解をいただきますようにお願い申し上げたいというふうに思います。佐根重局長。ただいま委員から有明特別措置法についてお話しございましたが、これについて申し上げさせていただきます。有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律を新たに制定いただいたところでございます。有明海八代海等総合調査評価委員会が設置されました。で、この委員会におきましては、従来からの原因究明に加えて、再生像の提示、それから再生手順を今後議論していくということになっているところでございます。今回、私ども開門に伴う環境変化を把握するための調査をさせていただきたいと思っておりますが、その調査の結果については、この委員会に報告をいたしまして、有明海の再生に向けた検討の材料に供していく予定でございます。終わります。ありがとうございました。